はい、ファイナルファンタジー10実況プレパート40やっていきましょう。さあ、ユナとね、合流を果たしたわけですけれども、シーモアの追撃がありまして、キマリがね、ただ一人シーモアの元に残ってくれましたが、当然ね、ユナだったら、キマリを放ってなんかいかないよね。ということで、キマリ救出に向かいます。さて、とりあえずどうしようかな。もう、ノーキンパーで行こうかね、一旦。おすすめはまたいろいろとね、考えないといけないけど。頼むよ。いろいろ使っちゃったからな、補充補充。たとえ反逆者でも、俺はユーナ様の味方だからな。ありがとうよ。文句ねえよな、アロン。俺もカードだ。いいね。なかなか痛い。どっちがいいのかな。どうすっかな。まあでも一旦よくわかんねえから終了でいっか。変にあれこれなるんだったら。いっぱい使いたいのはどっちかといえばティーラかな。こいつ一体残しにしたくないからな。あ、若死ぬ。
フレーズ。ありがとう。ナイス。オッケーオッケー。はい、よろしく。いねえか。威力あるなあ。魔法防御高っ。あ、失敗した。失敗した。ボロボロ。ほーい。スフィア版調整して、行くぞ。あ、そうなるかやっぱ。お前も死の安息が欲しいか。ごちゃごちゃうるせえんだよ。んで、アーロン。お前が虫けらのように殺したキノック、あれでも昔の友よ。仇は取らせてもらう。てえな。
とにかく溜まってるんでね、打ち込んでやる。多分すぐ追い返されると思うんだけど、よしよし、消え去れですよね。ありがとうバハムト、大幅にダメージ入ったよ。エスト、エスト、エフィリートも行くぜ。いいダメージ。消え去れ。はーい。狙うなこっち。フーレア、トラタイムは一生懸命隠してんね。よくぞ森田と言いたいが、私と行く気はないようだ。行くのはあなた一人、怒りを怒ります。えい、余裕あるな、殴る。一旦ルール、バイオじゃ、こっち殴る、おめえパターンに弱すぎんだよ。レーズ、はい、無駄にね、ポートさせよう。あ、足りねえ。消え去れ。
よし、得フぶち込んでやる。危ねえ。よっしゃー。なんとか無事に逃げ切れたけど、ユーナは相当参ってた。仕方ないよな。ずっと信じてきたエボンに裏切られたんだし、なんとかしなきゃって思ったさ。だけど俺どうすればいいか全然わからなくて、それで。どうでした？追ってはない。だが今後ベベルに近づくべきではないな。ユーナ、一人になりたいってさ。だろうな。うん。ユーナンどうするんだろう。旅やめちゃうのかな。そっちの方がいいだろう。ユーナンが本当に旅を続けたかったら邪魔しちゃいけないのかなとか、そんな風にも思っちゃうんだ。ユーナは森の奥、キマリがついて行ったけど、あんたも行ってみたら。え？お前の出番ではないのか。だな。ユーナ、つらいだろうな。良い子だけどね。今回ばかりはさすがにって感じもするか。あ、本作名シーンの、本作屈指の名シーン。見ていきましょう。じゃなかったのにな。みんなに応援してもらって笑っていけると思ってたんだ。頑張ってたのにな。もう頑張るのやめろよ。聞いたんだ全部。全部？そっか、知ってるんだ。うん、ごめん。ほら、その俺いろいろ言っちゃったろ。早くシン倒そうとか、ザナルカンド行こうとか、ユーナがどうなるかも知らないでさ、なんつうか嫌な思いさせたかなって。悪かった。そんなことない。楽しかった。あのさ、思い切ってやめちゃおう。頑張ること？うん、旅、神とか召喚士とかそういうの忘れてさ、普通っつうか
地味に暮らすのも悪くないって。いいかもね。でも、みんなびっくりするよね。うん、大丈夫、リュックは賛成してくれる。ルールーとワッカもなんとかなんだろう。キマリも分かってくれると思う。アーロンさんは任しとけって。俺が話しつけるっす。ううん、私から言うよ。ちゃんとしなきゃ。旅やめたら何しようかな。あ、ザナルカンド、ザナルカンド行こう。え、ああ、スピラノじゃなくて俺んち。ああ。ほら、あの飛空艇借りてさ、みんなも連れてこう。で、俺んちでパーってやるんだ。私、ブリッツみたいな。うん、君のザナルカンドエブスだよ。おお、真夜中のスタジアムでみんなで応援するんだ。喉枯れるくらい叫んで思いっきり騒ぎたい。うん、了解っす。ねえ、試合終わったら。うん、それは遊びに行くさ。真夜中に。大丈夫、ザナルカンドは眠らない。夜明け前に海を見に行こう。街の火が一つずつ消えて、星も消えて、代わりに水平線がパーって明るくなってく。バラ色って言うんだろうな。海と空と街も全部染まる。綺麗なんだ、すごく。ユーナにも見せたい。うん、見に行きたいな。連れてくって、一緒に行こうよ。Thank you.
もうこのシーンは本当にね、この頃までに出てきた FF の集大成みたいな感じのね、ものすごくいいシーンなんだけどもね。続けるよ。うん。言葉を失って見入っちゃうよね。やめちゃったらね。どこで何をしていてもきっとつらい。君と一緒にいても私きっと笑えない、うん、俺も行くから。え？ガードだからな。もしかして首？最後までお願いします。最後じゃなくてずっと。ありがとう。ひまりがちょっと微笑んだような気がするね。先にみんなのところへ戻る？はーい。吹っ切れた顔しちゃって。いいね。一緒に行く。おやおや。アーロンさん、ワッカさん、ルルー、キマリ、リュック、夜が明けたら出発します。それからいろいろ心配かけてごめんなさい。もういい。ゆっくり休んでおく。アロン厳しいけどものすごく優しいよね。おやすみなさい。なんだろう、この厳しさもさ、ちゃんとみんなのためになる厳しさだからさ、アーロンのその厳しさを受け入れられたら、なんか大人になったような気がするよね。で、ここからまたね、激しい戦いが始まるぞ。いろいろ合成とかも見直していかないとな。装備もね。なぎ平原。やれること結構増えるんよ。まあね、いろいろ楽しくなってくる場面ではありますが、一旦ここら辺でね、一区切りとさせていただきます。さーてとー、いやー、楽しくなってくるぞ。いろいろね、まあ物語も後半部に入ってきましてね、まだまだちょっとね、自由度という点では、まだそこまででもないかもしれないんですけれどもね。なんか、自由度がない状態で
最大限何ができるかっていうのを考えていくのもね、あのロールプレイングゲームの醍醐味だと思ってるんで、自分としてはね、このあたりからが結構、FF10 が楽しい時期なのかなーなんて思ったりもしてますけれどもね、この先の冒険も、最後まで楽しくやっていけたらなと思います。では、ファイナルファンタジー10、実況プレイのパート40、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。